こんにちは、ルチカーレ店長です。よろしくお願いします。チルコロです。お得意のジャージージャケットが特徴のトータルブランドですね。で今回、セットアップ上下ちょっとパンツが見にくいかもしれませんけども、上下お揃いの素材で着てます。バラ売りなんですけども、スーツとして着られるので意外とこうセットアップできるといいかなと思います。パンツはね、ノープリーツの一番まあスタンダードなラインなので、ベルトもできて紐とかはついてないタイプです。また例によってコットンのカシミヤタッチ、ふんわり柔らかであったかい素材になってます。この素材なんですが、どうでしょう、わかりますかね。デニム風です。今回はデニムな感じに見えるジャージ、裏面も、いつものこんな着物、ベースはもうみんな同じ生地なので、こういうちょっと着物がかった生地ですね。これに対してここに、プリントを乗せてこんな感じにしてます。デニム風にね。でもちろんジャージです。むちゃくちゃ伸びます。すごい楽ですね。デニムのスーツなんてもう重くて硬くて着てられないですけど、これだったらまあ本当に部屋着っていう感じの着心地で、見た目はこんな感じの綺麗なセットアップになってますので、上下で着ていただいて、シャツにタイドアップしてもらってもお仕事用にも使えますし、こんな感じで T シャツで、下スニーカーでとかいう感じの、もうちょっとラフに振った感じもできます。もちろんね、このデニム系なのでパンツとジャケット別々に使うのも非常に使いやすいです。もう一個ブラックのブラックデニム調もあります。インディゴとブラックと2色ご用意しているので、使い勝手はねいいと思います。であといつもと違うのはボタンです。ボタンが、こんな感じのメタルのボタン、ちょっといぶしたような渋めなメタルボタンがついてます。お袖も同じこんな感じですね。いつも通り、セッパ、飾りセッパの4つボタン仕様になってます。穴は開いてません。もうサイズが合えばこのままサッと着てすぐ出かけられるので、余計な時間とかお金がかからずすぐ着られるのもいいと思います。シルエットはね、まあ、いつも通りです。細いです。46で、まあ、こんな感じです。でもね、この細さはあんまり気にならないですね。すごく伸びるので何のストレスもないです。パンツもこんな感じです。非常に使えると思いますので、ぜひお試しください。